なんかめっちゃ笑ってる。コモダに賊がいるっていうあれを聞いてきたが、賊がめっちゃ笑ってる。どっか近くにいるのか、もしかして。なんかすごい近くから聞こえる声っぽかったけど、近くに一人がいる様子ではないのだね。この辺から降りれるか。降りれる？大丈夫？ここ大丈夫？飛び降りて大丈夫？よし、大丈夫だ。ここには人はいぬようだな。毒だからそんな強くねえか。これは竹か。さあどう対処しよう。そうだな、闇討ちをしたいが、多分おそらくここで闇討ちしたら向こうのやつにバレるだろう。まずは長弓で向こうの一番向こうのやつをやるか。よいしょ。そして次は遠い敵からやった方が良さそうだな。次は貴様だ。あっ、この近くにいるのか。遅いぞ弓だ。近くにいるぞ。くそ、あっちのやつじゃない。逃げ足が速い。逃げたわけではないんだが。矢が来るぞ。やれ。さあ矢を射ってみろ。矢を射ってこい。居場所を突き止めてやる。え、そういったのは俺やりたくないんだが。どこかに隠れてやがる。ここだ。これ先打ちだ。何の敵だよ。こちらも結構たくさんのやつにやられてんだよ。どこだ。トリオがいるのか。全部やったか。家の中にいる。賊がどっかいるようだりゃ。あ、違う。近くにいる。いた。うわ、いいね、強い。まだいるようだな。いやは。かわってきた。ほら、くらえ。賊はもういないようだ。大丈夫か。頼むよ、見逃しておくれ。私は賊ではないぞ。真実を話せ。何を笑っておったのだ。バカな女がハルオっていう賊の頭に惚れちまったんだ。はあ、米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキだけど、ハルオと夫婦になるどころか、結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。サキの家族の敵討ちに参った。消え失せろ。え、と先に確かめなければ。消え失せろっつって何もしないのか、こいつ。消え失せろ。当たらないやつか。
ここまで戻るんだね。ファーストトラベル。やっぱジンはちゃんとオナゴはやらないって決めてるんだな。お前は名馬だ。名馬だ、名馬だ。これなぁ、大概戻ったらさっきなんかやられてるってパターンありそうなんだけどなぁ。大概物語の流れってそういう感じだよね。あ、あそこだな。戻ってまいった。何があったのだ。なんともひどいお話ですよ。何ですか、ひどいお話とは。先はどこだ。川に身を投げました。なぜ。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主があった族にたばかられておったのだ。はあ、仇を討ったというのに。それはありがたい。きっと先も成仏するでしょう。いや、こんな川でそんな見られしてどうかなるって問題ある。お、もうちょっとでたまらねえ噂。てか噂ポイントだいぶ溜まってんね。攻めの攻防あ、カゴ。どうなのか、攻め最近これ見てないんだよな。攻め、こっちではないのか、こっちなのかっていうわけではないか。おじぎ。お、魚めっちゃいる。え、やばい。何この魚。来なくなった。この魚かな。やっぱめっちゃ跳ねてた。っていうのはいいとして、次はここか。造船所を破壊しようと。次噂のあれかと思ったら、ちょっと技習得しようかな。なんかここにポイント打って破壊か。どうしよう。正々堂々と真正面からぶつかっていこうか。今回は闇討ちするのも飽きた。となると初めてだけど、こういうのをせず、これをして頭をしっかりと兜で覆おうか。この伊達政宗みたいな兜で。兜をね、かぶると顔がよくわかんないからやってなかったんだけど、これの方が武士っぽいね。まあ今まで野党だったからあれです、何も言えないけど。造船所はあそこか。めっちゃ切ってんね。もうこの人は全部一騎打ち。どういうぞ。よいしょ。ほい、アルボー。え、ほい、アルボー。一騎打ちするべきだったけど。バイじゃないか。How is it? Didn't have this battle.
吹くんじゃねえ。この中は堂々と行くのもいいね。堂々なのか。次は憲兵。そういえば石の方全然鍛えてない。あ、ただ見えんかった。石の方も鍛えてもいいかもしれないね。こいつすげえとこで死んでんな。おい、うどくくちゃはるた。こっち滑り。逃げすぎた。よいしょ。さよなら。あ、ここ捕虜がいたのかな、もしかして。あ、で、そこにも捕虜が。捕虜だろか、違うな。鳥？鷹を、あ、鷹なのね。敵陣の隊長を倒せと。他に敵はいない。あっちか、あっちにいるね。あ、でもこの辺はもうあらかたいなくなったか。上りそちらだな。もうさすがに一騎打ちはできないか。よいしょ。さあ、たわいもない。だいぶ敵も弱くなったものだ。結構ここ物資いっぱいあるね。これは次の強化も期待ができるぞ。ねえ、今度は下か。ちょっと敵多いな。まあそんなことは関係ねえ、うん、正々堂々行くぞ。我はうどくくさん。やーい、回転技。おっ、これ自分が言ったの。タイムない。登り物資、あとはこの中か。あいつらは常に他の方向を見てるんだ。弱き者よ。こっちに敵いるの？あ、そこにいるのか。2発はやべえ。こっから入れんの？あ、無理か。無理だけど、ちょっと待って、こっちに何か光ったぞ。あれ、あれ捕まえるんじゃないのかな。そういうやつではなかったか。まあそうだ、ちゃんとこっちから入ろう。ここは入れんのか。さあ、かかってこい。
どこぞ。おい、腕を草張った。どうしよう。どうしよう。目の前が目の前に敵がいたらどうしよう。あとは向こうか。おっとっとっと、ここにも。これは装備の更新。ちょっといいな。ジプセゲイビルト。アレクボチチ。どこ行くお前。どうしよう。トリケン。痛い。何をしやがる。あれ。どうしよう。うわ。ほら、おい。どうしよう。よってって。こいつ矢を切りやがった。どうしよう。やらせるか。絶対あれだよね。飛びかかって敵を闇討ちしようだと。あ、こいつは敵将か。いた。よい。ヒルニャか。ミシアタ。ちょっと一回見失ってほしいな。次はちょっと左か。ちょっと上から。ああいつ何あいつ食らっちゃった。あいつ何握ってんだ。だいぶ遠く行ったな。くそ、逃がしてしまった一匹。仕方ないか、仕方がないか。登れるとこがあるんだ。やつらはそっか。すっ、よし、闇討ち成功。上から。あとは中。先生どうぞ。この中か。登りを回収成功。火薬ダルを破壊しようと。もうこの中には何もないのかな。何もないようだ。して火薬ダルはどこだ。火薬だる。火薬だる。このマップに出ると思うんだけど、火薬だる。そんなんどこにあるっていうか、向こうか。もしかして敵が結構いてるぞ。
あ、やべ、なんか食らってしまった。向こうまではそういえば行ってないもんね。腕試しと行くぞ。こいつらはこことは関係ないやつか。ことは関係ないやつらだ。じゃあそこに人質がいるから。くらえ。ないわ。うわ。あの二人はこっちに気づいてねえやと。くらえ。遅い。俺が遅かった。痛い。うら。どうかお助けください。だいぶ自分遅かったわ。くらえとか言ってる場合じゃなかった。さあ行け。どこかに身を潜めるのだ。猛虎が辺りの道をすべて押さえています。通るものを捕らえるために。俺が成敗してまいる。成敗してまいる。逃げるがよい。いや逃げる前に成敗せんとな。これとも逃げれないでしょう。ん？噂の地。ああ上か、上の方が解放されたのね、この辺。無刃物に逃げば。無刃物か。無刃物の逃げ場っていうのは。なんだ？で、火薬だるがどこにあるかがわからない。火薬だるよーい。どこだい？そんなんあったっけな。火薬だる。ああ夜になっちまった。火薬だる。え、マジでないよ。暗いからわからないなってか、すごい霧が出てるし。あ、これか。あれ、いや、普通の荷車だった。火薬だるが見当たらない。造船所破壊だからこの辺りなのかなと思ったが、え、マジでどこだ。火薬だるか全然見当たらない。あ、あった、やっとだわ。よし逃げろ。これでこの船はもうおしまいであろう。おお、燃やしたね。噂が広がる。今対馬の英雄から敵討つ守り人。ほう、これ最大値結構上がったね。
反則の過去、5分。煙玉の煙体力は 25% 回復。企業神はあった。お休みになられてますね。さあ行くぞ。そうだね、溜まったし、この辺解放するか。この辺の伝承はまた違うところで手に入るのかな。復讐のゴンゲ、ゴンゲ、鬼神じゃ、鬼神。ゴンゲってなんだ。敵に向かって素早く切りつける。L で、思想で四角で攻撃なのね。こっちもいいわ。こっちの型も、石の型を鍛えるか。自動的に受け流す。こちらは回転未来劇よろめきダメージ増加、攻撃力のよろめきダメージ3発目の強打をに付与される。三角長押し、三角三角、この型はどんどんやった方がいいよね。ちょっと待って、これでこの辺もやった方が良かったかな。まあいいや。こんなものか。次はここに向かうことにしようかな。そうしよう。ということで今回はちょっと早いけどこの辺りで終了しようかな。その前にちょっと技試してみるか。これ水の方じゃない、月の方か。月の方で三角長押しからの三角三角回るね。で石の方は月が未練劇っていうところか。覚えたのは、ちょっと試してみたいな、試してみたいなつって。やばいやつだけど、どっか向かってたら敵とかいるかな。ここは、ちょっとやってないところあるから、ちょっとここをやって今回終わりにしようか。技も覚えたし、ちょっと試しをしたい。に合わせて。来いトラ。魔女の手が来そうだな。死に戻りができなくなりそうだ。君は、あれ受け身ってどうやって取るんだったっけ。猛虎がうちに来て、どこだ、どこにいる。あ自分から走ってきた。慌てるわ、何があった。家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。マジか。家族を置いてきたのか。戦えるわけない、武士に見えますか。よし助けてこよう。まあ丸腰であったら戦えるわけがないわな。ちょっとこの、ちょっと声やばい、ダメだろ。どことの家であろうか。あそこにいるな。
技を試すか。痛い。見えない。ダメ。あ、ちょっと待って、石の方だったこれ。あめて。えいっ。やべ。この剣の振り方や。あれ。うお、強え、めっちゃ強えじゃんこれ。あれ。待って。あれこんなんだったっけ。ああ水の方か。水の方はこんな感じの。痛いね。いた。よし。あやつの妻子がおるはずだが。アゲホンとグーグルまたぞ。妻子はおらんぞ。まるで気配がない。外も見るか。気配がないだと。どこぞや。森に逃げたか。家族の痕跡を見つけろ。干し物が濡れておる。隙をつかれたな。あ、この周りで痕跡を見つけるんだな。めっちゃ風に案内されてるが、向こう側か。これか。血まみれだ。死ぬ後か。誰か殺されたな。やべえな、人が引きずってんのをこれもしかして。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。うわぁ殺されてる。子供のもの。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。子供がどこにいるんだ。これ奥さんでしょ。子供流されたかもしかして。残念ながらお幸せだ。お侍どうでした。どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。いや助けるも何も、もう来た時には死んでたんだ。死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。武士になれっていうことか。武士になれ。力はない。人を守るためには力がいるんだ。いや、それにしてもそれにしてもってかわいそうだけど、かっこいい。この水の方のこれはちょっとかっこいいかな。風の方、風の方はだいぶ動くんだね。で月の方はこれで、石の方がこれ。月見れんべきっていう感じかな。はい、ということで今回はこの辺りで終了いたします。じゃあね、次の動画もお楽しみに。ではまたなー。